花、桜、雪園のハイクラブ。手に受けてなお遠かりし桜かな。手に受けてなお遠かりし桜かな。日本の春といえば桜、花といえば桜のこと。今年も桜の季節がやってきた。この季節になるとテレビも天気予報と一緒に桜の開花予想、満開予想、桜前線の北上追跡などに追われ、多くの人が花見に出かける。なんて日本人はこんなに桜が好きなんだろう。あっという間に咲き誇り、あっという間に散っていく。滅びの美学というか、儚いものに美を感じる性格なのだろうか。夕桜、父母いる家の待つような。夕桜、父母いる家の待つような。桜三つ、危うき国をくるむごと。桜三つ、危うき国をくるむごと。何百種類もある桜だが、一番多いのはやはりソメイヨシノ。ソメイヨシノは接ぎ木、挿し木で増やしているそうで、いわばクローンの桜が日本中で咲いていることになる。考えてみればちょっと不気味だが、確かに桜は美しいだけでなく、いや美しい故にかもしれないが、怪しさ、恐ろしさも感じさせる。坂口安吾の桜の森の満開の下に描かれるように、たった一人で満開の桜の木に取り囲まれたら気が狂ってしまうかもと納得できる怪しさ、恐ろしさだ。花満ちて五寸釘の錆ゆけり。花満ちて五寸釘の錆ゆけり。手品師の指ひらひらと桜の夜。手品師の指ひらひらと桜の夜。隠れ鬼はダメ、桜吹雪が怖いから。隠れ鬼はダメ、桜吹雪が怖いから。いつか日本列島の北限まで桜の北上を追う旅をしたいな、なんて夢見たこともあったけど、いつの間にかそんなこともできない年齢になってしまった。年齢を重ねた誰でもがそうみたいだが、毎年桜が咲くたびに、あと何回桜を見られるんだろうと不安になったりもする。いやいや、そんなことは考えまい。なるようになる。今年もランチを用意してお花見に行こう。名の知れた桜の名木、名所はたくさんあり、多くのツアーなども組まれるが、私は日本全国どこでも桜の名所だと思っている。住んでいる町や村のどこかに、きっと誰でもが毎年再会する大好きな桜があるはず。そんな出会いこそが素敵だな、と最近は思うようになった。
夢千年、源氏も平氏も花の下。夢千年、源氏も平氏も花の下。いつの日か私のいない花の庭。いつの日か私のいない花の庭。雪その